は、あすかです。今日はですね、お高めなガチャガチャを参加してきました。これも可愛いです。贅沢しちゃいました。それを紹介します。それではスタート。おー、危ない。今日のあるあるは、朝ね、寝癖を直そうと思ってアイロンとか櫛で溶かしても強敵な、全然治らない強敵な寝癖がいる。クラコをしてもビヨーンって跳ねるやつ、あれね、手ごわい寝癖ですよね。はい、あるある。はい、一つ目はイチゴです。昔イチゴのクッション持ってたんですけど、家族がイチゴのクッション気に入りすぎて、なんかイチゴがせんべいみたいにぺちゃって潰れて、すぐにね新しいのに買い替えされてました。みんなが気に入りすぎて。はい、開けますと、おー、リング、指輪ですね。もう中身見ちゃったけど、どういうのが入ってると言いますと、はい、ですね、ストローベリーリング、いちごトゥンカロン、いちごサンド、いちごモンブラン、いちごオムレット、ろうそくショートケーキのいちごサンドが、まあ可愛らしい、当たりました。こちらですね、いちごサンドってね、生クリームいっぱい入って美味しいですよね。これは生クリーム多めですね。作るとこんな感じです。可愛いですね。もう可愛い、これ可愛いから全種類集めようと思いました。今思いました。はい、明日もしよう。じゃあ次はですね、有効にするクッキーアソート。ポンピンは食べ物でございません。絶対口に入れないでください。スタンプのインクは付属しません。スタンプなんだこれ、マグネットかと思った。スタンプ、バニラ、ココア、マグネット、バニラ、あ、マグネットもある、ココア、ボールチェーン、マスコット、バニラ、ココア、なんか美味しそう。クッキー食べよう。動画撮り終わったらクッキー食べようと思います。なんかこんな種類の中のお菓子みたいな袋に入っています。こちら、これはよ、なんて読むんですかこれ、後で調べとこう。すると、お、これはスタンプですね。かわいい、なんとかは有効です。はい、めっちゃリアルで美味しそう。で、こっちがインクつけるとこかな。かわいい、かわいい、かわいい、かわいくない。最後はですね、私の大好きなミニチュアコレクション、マカロン、イスパハン、ケーク、イスパハン、サブレ&紅茶ギフト、サブレ&紅茶ギフト、中身が違うのかな、のサブレ&紅茶ギフト、サブレアンフィニマンショコラ&ティアルグレイが当たりました。こんな感じですね。中身はこんな感じの、これが紅茶かな、これひっついてるのか、で、これが箱でこういう風になってて、閉まりました。あ、入るはずだぞ。向きとか、あ、入った。で、こんな感じです。かわいい。
早速ね飾りたいと思います。紅茶最近飲んでます。はい、紅茶とミルクが混ざったやつが好きです。はい、あと1ヶ月ぐらい、1ヶ月もしないのかな、桜の季節になりましたね。綺麗ですよね。今年もたくさん写真いっぱい撮って癒されようと思います。はい、なぜか最近めちゃめちゃ特に眠い、いつも眠いって言ってるかな、はい、いつも眠いか、はい、バイバーイ。